ジャック・ドーシーは、アメリカ合衆国の起業家、実業家、ソフトウェアデザイナー。エヴァン・ウィリアムズらと共にツイッターを創業した。一度退社した後に2015年から、再度共同創設者兼 CEO を務めていたが、2021年11月29日に、辞任することを発表した。ドーシーが書いたツイッターのアイディアになる、メモ用年季を、ミズーリ州セントルイスで育つ。 8歳でマッキントッシュに触れ、10歳で IBM パソコンに精通し、14歳の時自動車の交通システムについて興味を持ち、今なお使われているタクシー会社のソフトウェアをオープンソースで書いた。水ズー工科大学からニューヨーク大学に進み、そこでツイッターのアイディアを最初に思いついたが、大学は中退した。2000年オークランドでウェブから タクシーや救急サービスを派遣するサービスの会社を始めた。2000年7月、ライブジャーナルよりもリアルタイム性が高く、どこにいても自分の状況を知人に知らせたり、逆に知人の状況を把握できたりするサービスの可能性に気づいたという。初めてインスタントメッセンジャーを目にした時、ソフトウェアのユーザーステータスのアウトプットを 同時にいた人数と簡単に共有できないものかと考えた。そこでテキストメッセージに関心があったオデオ社にコンタクトを取り、同社のビズストーンと SMS テキストが適していると判断、ツイッターのプロトタイプを2週間ほどで作り上げた。このツイッターのアイディアはオデオのユーザーを魅了し、エヴァン・ウィリアムズからの投資を受けた。2006年、エヴァン、ビズラと共に、 オブビアス社を設立した。また、2009年2月には iPhone などのスマートフォンをクレジットカード決済端末にするスクエアを開始し、同社の CEO に就任した。2013年12月、ウォルト・ディズニー・カンパニーの取締役に任命された。2021年11月29日、Twitter の CEO を辞任すると発表。 公認は前 CTO のパラグ・アグラワルが就任。日本のゼンデラ庭園の愛好家である。瞑想を日々の習慣としている。2019年8月30日、自身のツイッターアカウントから下品な言葉や民族差別的なツイートが約15件送信された。ツイッター社はハッキング被害によるものだと説明した。2020年4月8日。 新型コロナウイルス感染症への対応として、自身の資産から10億ドルを寄付することを発表した。2020年10月、ツイッター社は2020年アメリカ大統領選挙に出馬している民主党のジョー・バイデン候補の汚職疑惑を報じた、ニューヨーク・ポストの記事について、安全でない可能性があると表示し、利用者がリンクをツイート付加とする措置を行った。 これに対して利用者の一部からソーシャルメディアは反保守的で変更しているとの主張がなされた。同志は自社の対応を容認できないとし自分たちのルールをこうして適用する際にはもっとわかりやすく説明するためさらに努力が必要だと承知していると述べた。ありがとうございます。